出るマシンが多かったのかなと思ったので、まっすぐ飛べばうまくね下りますから、スピード上がった時が怖いってことですね。なかなかフェルスに引っ掛けちゃうとね。そうですね。まあ、ただ結構いろんな選手がなんだろう、みんなスタビヘッドだったり、もしくはホイールだったり、はい、ね、引っかかってもコースに戻るようなセッティングしてますよね。そうですね。あと最近はなんだっけ、はい、あれだよね、ロブブレーキセットってあのほらシャーペンにしてみたいな、はい、じゃない、あの消しゴムみたいなついた、はい、あの消しゴムのゴムじゃなくてその入れ物の方をさ、はい、使ってるでしょ。すごいアイデアですね。